マクロビオティック。マクロビオティックは、従来の食用に、桜沢五一による音名論を交えた食事法内視思想である。超時法を意味する。玄米、全粒香主食とし、主に豆類、野菜、海藻類、塩から組み立てられた食事である。新土富士、音名蝶は、一物全体といった独自の哲学を持つ。運動創始者の桜沢五市は、 石塚左限の玄米を主食とした食事法のための食用会に所属し会長も務めた後、思想を発展させ、また民間運動として世界に普及させた。パの故障に玄米彩色、穀物彩色、自然食、食用、生食、マクロビ、マクロ、マクロバイオティックがある。マクロビオティックの運動の始まりとしては、1928年に桜沢五一が行った。 公衆会であると桜沢の夫人が述べている。現在では様々な文化が存在するが、桜沢五一に橋を発した職に関する哲学や、独自の宇宙観に関してほぼ同じ考えを保っており、また、各集団も連携している。2010年代には、マクロビオティックの健康効果の推定と、乳がんや糖尿病にて臨床試験を実施した医学論文が出されており、 日本でも栄養学者等を招いたシンポジウムが開催されている。マクロビオティックは、マクロとビオティックの合成語である。語源は古代イギリシャ語、マクロビオスであり、健康による、長寿、偉大な生命などといった意味である。18世紀にドイツのクリストフ・ビルヘルム・フーフェラントが、長寿法という意味合いで使い始めた。マクロビオティックはフランス語など、 ラテン語系の言語での発音を日本語表記したものである。英語ではマクロバイオティクスに近い発音である。マクロビオティックを実践している人のことをマクロビアン、国際人と呼ぶこともある。玄米を主食、野菜や漬物や乾物などを副食とすることを基本とし、独自の音量論をもとに食材や調理法のバランスを考える食事法である。 おおむね以下のような食事法を共通の特徴とする。マクロビオティックは、むしろ思想に近いものであり、病状などに即して、栄養学的にメニューを調整するといった、食事療法とは根本的に異なり、生活そのものを改善するような平和運動を伴った思うが根底にあるとされる。さらに、温苗思想を食のみならず、生活のあらゆる場面で基礎とすべく、 万物を影と火に分類する無造原理という哲学を提唱した。そして、この独自の哲学を含む食生活運動へと発展させた。食用界は時代背景も反映して、米は床の御玉や天皇家の象徴であり神聖であるとして、食用を奨励し、当時の世論である国家神道や発行移住の世界観から平和的な世界統一感を主張していい。 宗教学者の島、その進むは、エコロジー運動とよく似た考えや、宗教的な経験さを含んだ、日本独自の思想が20世紀初頭にも存在していたという指摘をしている。また島、その進むは、個々の現象への音量の割り当ての方法が、恣意的であり、食物の音量調和や病気に対する対処の根拠について、十分な根拠があるか疑問であると指摘している。 思想的な基盤は、食育で著名な明治時代の薬剤館で、アリー社であった石塚左元の食物に関する陰陽論である。桜沢は、左元の結成した食用会で活躍することを通して、食事療法を学び、独自に研究した。左元の著書に、科学的食用長寿論というものがあり、科学的と関しているが、左元は、当時の科学に敬意を持ち当時の栄養学では、 重要視されなかった栄養素のナトリウムとカウムを音量のバランスと見て重要視し独自の理論を提唱した。中医学ではないため、この分類は中医学の音量論に基づく分類とはかなり異なる。左源は白い米はカスであるとして玄米には栄養が豊富に含まれていると主張してきた。左源の科学的食用長寿論の序には食欲人を養うも、また よく病よ椅子とある。人間の食物は、穀物が主体であり、装飾や肉食に過ぎることなく。ただし、全宗の僧侶、欧米のベジタリアンなど動物性の食物を食べなくても健康長寿の楽しみを得ることができる。神五富士として、その土地にその季節にできるものを食べよ。明治時代の西洋に被れたハイカラ教授は、肉、バター、牛乳、卵だけが栄養化のように言うが、 ナトリウムが多いのは、動物性、カリウムが多いのは、植物性、中間に玄米があり、調和よく食べよ。一物全体、生命体は全体において調和しているのだから、全体を食べよ。刺身のような部分、皮を剥くこと、白米、生白小麦粉、砂糖のように部分で食べれば、多病の先弱な人間となる。マクロビオティックの運動の始まりとしては、 1928年に桜沢五一が行った講習会であると桜沢の夫人が述べている。ジョイチは1910年代には食用会に入会し雑誌、食用雑誌に投稿を始め、1937年には食用会の会長に就任、1939年同会を脱退した。同時期1929年によりフランスのパリに渡り、 1931年には本を出版し、各種の新聞や雑誌で、神旧、稼働、柔道など東洋について論じた。1940年9月、無造原理高級書を、滋賀県大津市に開設し、それは後に、日吉にできたメゾンイノグラムスとなる。メゾンイノグラムスは、通称 MI と略され、意味は無知者の家。 愚か者の家といったところで、世界政府運動も行っていたため、世界政府の家とも呼ばれたが、ここに文科生が集い共に生活した。世界政府新聞や雑誌のコンパやサーナを発行し、女子はこれを売り歩いた。後に、MI は CI 協会となるが、これはセンターイノグラムスであり、無知者の本部といったところである。当初、 桜沢は、左源の考え方に従い、鳥、魚、卵を少しなら食べても良いとしていたが、晩年に、それらも食べない菜食が正しいという見解に、至っている。現在では、様々な文化が存在するが、桜沢五一に橋を発した食に関する哲学や、独自の宇宙観に関してほぼ同じ考えを保っており、また、各集団も連携している。 初期の頃から、欧米風の動物性食物の多い食事とそれに、起因すると考えられる疾病の多発、食肉を得るための多大なエネルギーの浪費や、環境汚染や気餓問題、非効率的な消費や、病気の増加による、経済的な損失が存在すると批判してきた。その後の運動の展開としては、久塚道を、相原ヘルマンらが主に海外で、松岡史郎、大森へ桜、 岡田修造、山口拓造、奥山修が主に国内で広めた。マクロビオティックは、菜食主義の一種と解されることもある。桜沢は、左源の陰陽論をヒントに、食品を陰性、中陽、陽性に分類することを追求した。産地の寒暖や、掲示状の特徴から、牛乳、みかん類、トマトナス、ほうれん草、熱帯酸果実、 カリウムの多いものなどを陰性とした。玄米、本ンク他のデンプンを混合したものは中庸ではないわ。中庸、塩や味噌、醤油、肉などナトリウムの多いものは陽性とした。桜沢は当時の科学にも結びつけたと主張している。これは現在の栄養学的、科学的な分類とは異なる。また、桜沢はルイ・ケルブランによる生体内で 原子転換が起こるという生物学的元素、転換説を支援し、生体による原子転換や自然の中の原子転換を日本とフランスで同時に発売した。久塚さも、生体内で日夜元素が別の元素に変わる原子転換が行われていると主張している。ただし、このような現象は科学的には否定されている。2007年の世界版研究基金の報告では、 以前に、マクロビオティックや菜食が、がんの発症を少なくさせるという報告もあるが、現時点では、食事法とがんのリスクの関係には、確かな結論を下すことは機ないとしている。2010年代には、栄養学との接近が見られている。東アジア米機能標準化会議では、マクロビオティックの食事と健康といった表題で、栄養摂取状況の研究報告が行われている。 女子栄養大学の副学長である香川康夫は、その大学院生がマクロビオティック実践者を含めベジタリアンの研究を行っていることを対談し、700年から1911年までの僧侶2294名の平均寿命のデーから、肉を許容している浄土新州の平均寿命が低く、玄米食で菜食の全州の平均寿命が長いなど言及し、 マクロビオティックのような食事は非科学的と思われていたがそうではないと述べている。香川自身、厳格な菜食者を対象とした研究を主導している。2015年には8回目のマクロビオティック医学シンポジウムが開催され、香川康親、国立健康、栄養研究所の元理事長である、渡辺正の参加が見られる。 桜沢五一はこれを広めるべく1929年に、とふつ、1960年代に渡米して、弟子の久塚さ道道らと共に、全、マクロビオティックと唱えて普及した。アメリカの宗教学者によれば、ニューエイジ運動の推進的なものの一つに数えられる。1950年代、久塚さが、アメリカでマクロビオティックを広めようとした頃は、 当時の栄養学と矛盾していることから大きな反発があったという。政府によって禁止措置が取られたこともあったが、久塚さんが風土を考慮し再構築したマクロビオティックを広めていったことで1970年代以降に政府や栄養学会に受け入れられるようになったとされ。当初アメリカでは東洋思想への関心から久塚笠らの元に集まったヒッピーたちと共に、 日本のマクロビオティックの食事を日本語の呼び名で広めていった。1977年には従来の欧米型食生活が生活習慣病の増加をもたらしているとの反省からアメリカの食事目標マクガバンレポート肉や牛乳の摂取がガを促進するとされる大規模な疫学調結果と実験結果が打ち出され、それを機に伝統的な和食への関心が高まり、 同時に、マクロビオティックの考え方も見直されるようになった。この食事目標の作成にあたって、委員会のリーダーであるジョージ・マクガバンや、原案をまとめた、ハーバード大学のヘグステッドも、久塚さらと話し合いを行ったとされる。久塚さは、実著にて、マクロビオティックが大きく受け入れられた、象徴的なイベントとして、ハーバード大学が主催し、ふう、世界保健機関がバックアップした。 国際栄養学会の晩餐に食事を作る子が養成されたと記している。こうした久塚さみちおを中心とする地道な活動が徐々に広がり、1999年には久塚さみちおが日本人として初めてアメリカ国立歴史博物館であるスミソニアン博物館に殿堂入り果たす。アメリカではザリッツ・カールトンホテルで採用されたり、ベンジャミン・スポックや 前副大統領のアルゴア、ハリウッドスターなど著名人にも実践者がいると主張される。国内では近年になって歌手のマドンナやトム・クルーズらが愛好家として雑誌等で紹介され注目され始めた。そして健康食ブームに伴ってカフェができたりムックなどの各種出版物が刊行されたりするなど注目が集まった。2005年には 日本経済新聞で1947から1957年生まれの女性の1割以上が実践していると報道された。イギリスにおいては、久津傘から指導を受けたサイモン・ブラウンが英国マクロビオティック協会を設立、会長を務めた。マクロビオティックのほか、風水、急性気学、止圧、気候、漢方薬などの知識もあるサイモンは、モダンマクロビオティックを提唱している。 2015年の調査では、マクロビオティックの食事法は、多くの場合、ビタミン D、ビタミン B12、カルシウムの栄養素を除いて、推奨栄養所要量、アーディを満たし、国民健康栄養調査のデータよりも、抗炎症性があるとされている。一般集団に比較して、血清脂質や血圧が低いため、新血管疾患の予防に有益であると考えられ、その食事構成は、 他の疫学によるがんリスクとの関係に照らして、癌の予防に有益だろうとされる。2010年の報告では、すでに癌を患っている場合には、議論があり、注目される症例の報告は、その治療効果を裏付けているが、有効性を証明するには、不十分であるとされている。イタリアの他施設のランダム化比較試験の2012年の報告では、 乳がんの再発率を低下させる可能性があることが分かった。2016年のイタリアの主要内科学会の見解では、がんにおけるマクロビオティックや完全再食は栄養状態を悪化させる可能性があるため推奨できないとしている。マクロビオティックの食事法は食物繊維に富み、既存の研究から健康への効果が推測できるため、マリオ・ピアネ氏が糖尿病向けにした MA パイマクロビオティックの研究がある。2014年の2型糖尿病患者に対するランダム化比較試験では21日後には推奨される標準食と比較して代謝を大きく改善する結果が得られた。その6ヶ月後の追跡調査では変化は維持され幅 1c や体重を減少させており血糖制御を改善させていた。データは解析され標準食よりも優れ。 インスリン抵抗性と炎症の指標を低下させる安全手法であった。食事法が腸内細菌層を変化させるため、特に急速に血糖値を改善する必要がある場合などには、正当な追加治療であると見なすことができる。腸内微生物の異常を調節し、多様性を高め、特に炎症誘発性の細菌の増加を抑止する。反応性低血糖でも血糖制御が容易となる。 1971年には AMA の食品栄養部会はマクロビオティック特に厳格に守っている人は非常に危険な栄養失調の危機に立っていたと記載している。しかし後の1987年には AMA はそのファミリーメディカルガイドにおいて全般としてはマクロビオティックは健康的な食の方法であるともしている。マクロビオティックの手法、主張は 個人や団体によって異なっているが、それらの中には深刻な合併症を引き起こす可能性がある主張が含まれているケースがあるとされる。アメリカガン協会は2008年に玄米と水のみを摂取するというような古典的なタイプのマクロビオティックは深刻な栄養失調と死に直結する。また、動物性食品を一切取らないという厳格なマクロビオティックは それがよほど慎重に計画されたものでない限り、栄養失調を引き起こす可能性がある。がん患者においては、不必要な体重減少に対して、栄養素や必要カロリーの摂取を増やすという形で対抗しなければならないケースがあり、その場合悪影響が出る可能性があり危険であると、弊害が起こる可能性を記載している。さらに、この手の方法を単独で当てにしたり、 一般に行われる治療を避けたり行うのを遅らせたりすることにより健康に深刻な結果をもたらす恐れがある。とも記載している。これはマクロビオティックにおける七号食と呼ばれ10日間行うものであり、長期に継続するものではない。また、アメリカがん協会は子供はマクロビオティックによる栄養失調に特になりやすい可能性があるとしている。また妊婦や授乳についても マクロビオティックは妊娠や授乳期間中の女性についてテストを行っていない。またいくつかの方法について胎児の健全な発育に必要な栄養素を含んでいない可能性があるともしている。2000年前後に会議論の哲学者ロバート・キャロルは自身の一般書においてマクロビオティックス食事法が健康に役立つとしてもそれは偶然である。なぜなら マクロビオティックスは食物を物理的品質や栄養学的品質に基づいて選んでいるのではなく、形上学的特性で選んでいるのに過ぎないからである。マクロビオティックスの食事法は、主に全流の穀物、ホールグレインズ、玄米など、や、野菜、豆類からなるとだけ述べており、栄養学的品質にどのように基づいていないのかといった具体的な説は書いている。 しかし栄養学的な評価では、臨床栄養学の論文では、複合炭水化物を選び、低脂肪で繊維に富む菜食であるマクロビオティックの食事では、新血管疾患の有効な予防戦略であり、証拠はまだ十分でないもののがん予防に有益な食事構成でもあるとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。